2月24日にロシアのウクライナ侵攻が始まって、それからもう8ヶ月経ちますけども、ここで一つですね、現状の話も踏まえて、ちょっと短めの動画を作っておこうと思います。ウクライナ侵攻に関して、ソ連からロシアになった後ですねの話を少しします。私が子供の頃はですね、ソ連っていう名前でよくニュースでいろいろ情報が上がっておりましたけども、ソ連が崩壊してロシアという国になりましたね。もともとロシアっていうのがいろんな共和国の集まりの国だったので、いろんな国が独立するっていうことになって、ソ連が崩壊したっていうことなんですね。で、この崩壊した時にですね、独立宣言ということで宣言をした国が15個ありました。最初に独立宣言をしたのが、バルト三国のエストニアですね。ロシアも宣言をしてるんですけど、合計でですね15個の国が、独立宣言をして、モルドバだとか、カザフスタンっていう国も、独立していくわけです。その中に現在のジョージアっていう国もありますね。で、なぜここから話をするのかっていうとこなんですけど、ネット上ではですね、まあいろんなデマが出回るので、どういった状態になっているのかっていう話をしますね。いろんな国がですね、今まであったそのソ連という国から独立したいわけなんです。ですけど、独立しましたって言ったところでですね、じゃあ経済はどうするんだとか、例えば軍事力はどうするんだとか、いろんな問題があるわけですね。モルドバっていう国があるんですけど、モルドバっていう国は少し小さい国なんですね。で、軍事力も当然少ないわけですし、経済として何か売りになるものがあるかって言っても、それもちょっと弱いっていうような状態なわけですね。もともとそのソ連っていう大きな国一つで、やっていたものが、ここにバラバラに独立するっていうことになると、エネルギー的な問題だとかそういうのも出てくるわけですね。軍事的な問題とか、そこで選択をしなくちゃいけないわけですね。一つは今までと同じようにロシアに依存をし、共存しながら今までと違う体制を、築いていくっていう方法で、もう一つはですね、当然独立したのでヨーロッパあるいはアメリカ方面に協力を仰ぎながら独立して国を運営していく方法と2つあるわけですね。ここでですね、わかると思うんですけど、ソ連から独立してやっていきたいということになると、ほとんどの独立国家がですね、 EU 方面だとかアメリカと一緒に国を運営していきたいと思う国が多いはずなんですね。ところが今までですね、ソ連で一緒にやってきたので、エネルギー的な支援だとかっていうのはロシアから受けた方が簡単に受けられるんですね。それをこう断ってですね、ヨーロッパの方に協力を仰ぐっていうのがロシアとしては面白くないっていう構図なんだと思うんですが、ロシアが侵攻した理由の一つに NATO 参加ですねっていうのがあります。ウクライナがですね、 NATO に参加すると、本当ロシアの近くに NATO の軍事力が迫るので、それは脅威だっていう内容なんですけど、実はこれおかしな話でですね、ロシアのウクライナ侵攻を受けて、フィンランドとスウェーデンが NATO 加入をですね、申請を早めて、手続きすることになりました。で、このフィンランドとスウェーデンというのを地図出しますけども、ロシアのすぐ近くなんですね。それこそロシアのすぐ隣に NATO 加盟国ができるってことになるんですが、もしその NATO を加入するのが脅威だっていうことであれば、このスウェーデンとフィンランドの加入っていうのがですね、ロシアにとっては脅威であって断じて認められないって内容になると思うんですが、実はこの申請をした段階でですね、プーチン大統領は別に構わないよっていう返答をしてるんです。なので、ウクライナがですね、 NATO 加盟することに反対で侵攻したっていうのは辻褄が合わないんですね。もう一つはゴルバチョフ大統領だったかなの時に、ソ連が崩壊したので、もう NATO を維持する必要がないので、その NATO は解散をするっていう口約束をしたっていうふうにプーチン大統領が言ってるわけですね。しかしこれもちょっと腑に落ちない話なんですけど、 NATO のようなですね、国際的なシステムをですね、口約束で
解散するよと言ったかどうかなんですね。当たり前なんですけども、どんなに親しくても国と国の党首、あるいはいくつかの国をまとめてるですね、代表が口約束で解散しますっていうようなことを、大事なことをですね言うかどうかということなんですね。もし仮にそれを本当に言ったとするんであれば、口約束のようなものではなくて、確実に書面として出して自分の、字でそれに署名をしておかなくてはいけないものだと思います。これは特に個人間のやり取りではなくてですね、国が絡んだやり取りになる場合であれば、特にそういった書類だとか形として残すっていうのは必須なことだと思うんですね。ですからそのよく言われるですね、 NATO を解散するっていうふうに言ったっていうような話はちょっとおかしい話なんですね。それから今話したソ連からいろんな共和国がですね独立したっていう流れの中で、今後どうしていくかっていう二択になるわけですね。その二択の中で当然ほとんどの国がですね、 EU だとかアメリカと共同その一緒にやっていきたいっていう風になるはずなんですけど、ウクライナだけではなくてですね、トランスリストニア問題っていうのがあるんですが、実は現在モルドバの右側ですねとジョージアの北部ですね、ここをロシアが占領しています。ですからウクライナだけではなくてですね、独立を宣言した国の中にロシア人がいて、ここはロシアだっていうような状態になってるんですね。で、今もそのジョージアとモルドバのトランスリストニア問題っていうのは解決されてないんです。ですからウクライナのですね、東部にロシア人が住んでいて、そのロシア人をですね、ウクライナが虐殺するっていう名目でロシアが助けるために軍事作戦を決行しているっていうのも、これもおかしな話なんですね。特にロシアがですね、そういった内容で国連に提出をしたんですけど、却下されたんですね。で、当然その虐殺されているという確たる証拠があれば、これはどこの国もですね認めて助けに行かなくちゃいけない事案だと思うんですけれども、主張というのが認められなかったんですね。で、ここでですね、国連だとか世界がそれを認めなかったことを嘘をついているっていう言い方をしてしまうと、一体何を信じればいいのかっていうことになってしまうんですね。当然その虐殺をしているという主張があれば、その証拠になるものをの提出を求めるわけですね。納得いく証拠が得られなかったっていうことなんですね。加えて言うとですね、ウクライナに住んでいるロシア人っていうのは、自分のことをわざわざ私はロシア人だっていうふうに主張はしないですね。まあ当然ですけど。それからロシアに住んでいる方たちですね、日本から、ウクライナに行った人たちもいますし、そういう人たちが言うにはナチスですね、ナチスみたいな人なんか見たことないっていうんです。ですから当然その虐殺だとかって、そういう話もどこから出た話かわからないような状態なんですね。で、実際私ですね、手をこう縛られた人間が銃で足を撃たれるっていう動画を見たことがあるんです。これはウクライナがやったんだっていうような。ですけどその動画がどこから出たかっていうのがわからないですし、我々から見るとですね、ウクライナ人なのかロシア人なのかって見てわからないんですよ。そしてその手を縛って相手の自由を奪った状態で足を打つっていうようなことをするのはですね、今まで見ていた感じだとロシア側がやりそうなことなんですね。その動画についてですね、ロシアに住んでいる方にちょっと聞いてみたんです。それをそういった動画を見たことがあるがどう思うと。そうするとですね、心優しいロシア人というのもいるんですね。今ロシアに住んでいらっしゃる方なんですけど、ウクライナ人がロシア人よりも残虐な行為をするとは思えないっていうふうに返ってきました。私もそう思います。 SNS 上で特にデマが広まってますが、変な情報にですね流されないように、その情報がどこから出てきたものかしっかりと確認をしてください。では今日はこれで失礼いたします。